私いても2人でずっとイチャイチャしてるんですよ。本当に何喋ってるか分かんないし。皆様、本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。ユウを演じさせていただきました山崎賢人です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、二の国で春役を演じさせていただきました新田真剣です。よろしくお願いします。はい、琴奈とアーシャ姫を演じさせていただいた永野芽郁です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか。今回親友同士の役をやられてみて、はい、こうお互いのその お二人の友情がこの作品に与えた影響、やられる中で与えた影響ってありましたか。すごかったです、うん、はい、すごかったですね。すごかったね。すごい良い影響だよね。いやだからすごくあの4日ぐらいであの撮らせていただいたんですけど、4日目にマッケンと2人でやらせてもらって、何の緊張もせずいい空気感の中撮影というか録音させていただいて、はい、すごいいい、もう最高でした ね。なんかやっぱり違う現場で今回あの役者なんだろうな、表に出る側、うん、見られる側、映る側じゃなかったので、なんかオフの新田真剣佑とオフの山崎賢人となんか おはようみたいな感じで、じゃあやろうかっていうこの雰囲気だったので、すごく落ち着いてやれました。残念だったのがめいちゃんとあの収録かぶんなかったから ね。一回前なかったね。やっぱりそのじゃあ友情関係がそもそもあったことでこう普段よりもやりやすいというか、スムーズだったりするんですかね。春と優は親友の役なので、うん、なんかあの本当に知らない人と急にやるよりはすごく本当にナチュラルなキャッチボールができたんじゃないかなって思います。そうなんですね。じゃあ永野さんとはもうこういうプロモーション期間になってからやっと会えたような感じですね。はい、で山崎さんは共演したこともないので、本当に初めましての状態からご一緒して、今日も3回目なんですよ会うの。はい、あれ3回目かも、4回目かもしれないし、3、4回目、はい、なんですけど男同士の友情ってなんかこう熱いものがありますし、またこう女性同士とは違う関わり方なので、なんか男の人に生まれたら一番最初に友達が欲しいなって思うような、はい、関係性描かれてて素敵でしたね。二人のこと見ててこういうとこいいなって思うことありますか。いや、一つ本当に言いたいのが、私いても二人でずっとイチャイチャしてるんですよ。本当に何喋ってるか分かんないし、だから二人の世界に入るのだけはちょっとそろそろ気をつけていただきたいなと、はい、すみませんでした、はい、気をつけてください。気をつけます。何喋ってるか分からないって今永野さんおっしゃってましたけど、そうなんですか。会話多分何を喋っていたか覚えてないレベルにどうでもいい話をしてる、覚えてないですね。さっきはあ、熱いね、元気熱いねっていう話をしました、うん、それだけだからね、うん、きっと学生の方にとっては大きな究極の選択だと思うんですけれども、山崎さんいかがでしょうか。いやー、そうですね、まあでも恋愛って恋愛って相手が言ってるのあれじゃないですか、はい、だからその相手がどうなのかなっていうのがまず気になりますよね。好きな人が、そう、好きな人がその友達と自分どっちが好きなんだろうっていうのが結構大事だなって、ここ最近いろんなこの取材を受けて改めて思いました。譲るでしょうみたいなことを言いたいんですけど、でも相手次第じゃないみたいな。なるほどね。その、はい、その感覚はちょっと芽生えてきました。やっとまとめ取材何百社もやってからのこのたどり着く答え、たどり着く答えでしょ。なるほど、うん、これを言えばよかったね。そ、うん、新田さんはいかがですか。いや、もう今の聞いてそうだなと思いました、うん、相手があっての平和が一番ですけどね。平和が一番、平和が一番、でもずっと譲ります。もし相手がじゃあ親友好きだとしましょう、はい、そしたら諦めるんですか。お二人は諦め、いやどのぐらい自分いやもうね、これは永遠のテーマなんじゃないですかね、そこら辺は。本当にその微妙な状況の違いによってもね、
立場変わってくると思うんですが、うん、長野さんだったらどうします？え、譲らないです。譲らない、うん別にいいかな、好きだからって思うけど、ただなんかこうこそこそやるんだったら、親友なんだったら、いや好きなんだよねって言って、いや私もなんだよねって言って、じゃあ協力して頑張ろうっていう。どうやって協力するのどっちも付き合おうみたいな。なんかこうみんなで遊びに行こうとかできるじゃない。ああその気持ちを伝えずに、うん、うん、伝えずに。でもなんかそういう時でちょっと2人でいるところ見たらちょっといい。あ、もやもやして、うん、やだなそれちょっと違うかも。じゃあうん難しいですね。うん、でもちょっと長野さんはだいぶ竹を割った性格というかね、全部打ち受けた状態でさあどうするみたいなことでしたね。男性陣お二人今の聞いてどうでした？やっぱかっこいいなそっちの方がと思いました